こうやって撤退することによって増田さんその力の空白にはまたどこかがこう入り込んでくるということが考えられますね。そうですね、表面的にその空白ができるということだけではなくて、やはり今ネット社会ですから、先ほど教育の話が出てきましたけれども、そのイスラム過激派に傾倒する若者の方がIS の台頭の時にも言われていました。ましてや今コロナ禍で室内にこもっている時間が多くなっている時に、一体どれほどの若者がこれに呼応して、もしコロナが収まったら戦争に起こしてしまったりするようなことにならないかというような、そんな懸念もあるので、あの国際社会は一体この状況をどうこう平和な方に持っていくのかというところを気をつけていかなきゃいけないところじゃないかなと思っています。はい、それから先生、こう中東の影響力、アメリカの方がだんだんアジアの方にシフトしてくると、やっぱ中国が例えばイランと25年の戦略合意を結んだり、また中国が中東での影響力を増すということも今後考えられるのでしょうか。はい、あると思います。ただ今回タリバンが本当にアカリカになってしまえば、タリバンはソ連にアメリカにも次は出てくるというふうにしないと中国じゃないかって、中国もタリバンのことを心配しないといけない。